電子ステーション始まりました。ナビゲーター高潔智英がお届けします。毎回4つの動画をお届けしている今回も、素敵な、ね、動画をこうご用意しております。それがですね、1月10日に熊谷喜八さん電子店にお越しいただきまして、ある限定のパーティーを行ったんですね。それがいちご寿司、いちごを使ったお寿司なんですけど、どうですか、イメージ湧きますか。このね、様子を取り上げております。そういった他、三重県応援団ですがニュース、お届けしておりますので、ぐっとご覧いただきたいと思います。それでは動画をご覧ください。三重県の魅力をさまざまな角度からお届けする高潔智英の三重県応援団、団長の高潔智英とアシスタントの浅井愛子です。さあ高潔さん、はい、年も明けまして、さあもう成人式も終わったということで、終わったんですね、ね、はい、もう時が経つの早いなと思うんですが、はい、まあ、我々にも、ね、成人式あったじゃないですか。私今17歳なので、あのこの先ですよ、もうちょっと先、成人式、あの ピーターパンですかシンドロームだとおっしゃるさあ今日も楽しく番組をお届けします。さて愛子ちゃん、はい、早速ですけれども、最近こう健康寿命という言葉ありますよね。 ありますね、はい、あの寿命ではなくてこう健やかにこう生きていける年齢ですけれども、何か運動してたりしますか。そうですね、あんまりこれといった運動してないかもしれないですね。やっぱりね、こう普段生活してるとなかなかこう運動する機会って少なかったりしますよね。そうですね。で今そういった現状を踏まえて、この介護現場でこの機能改善というような形をデイサービスで行っているところ増えてきたんですよ。あ、そうなんですね。でその中で今回注目したいのが、三重平安閣さんがデイサービスで機能改善の施設をやっている。あ、そうなんですね。まあ、これがね、なんでこう三重平安閣さんが、まあ、そういった事業に始めるとか気になるじゃないですか。すごく気になります。それをね、はい、今回お届けしたいと思います。それでは動画をご覧ください。三重平安閣が注目したのは、まあ、健康寿命を伸ばしていこうということで、お風呂とかお食事付きの、まあ、1日型のデイサービスではなくてですね、半日型のデイサービスになります。で後ろに並んでいるあのこのマシーンもそうなんですが、こういうあの機械を使いまして、まあ、利用されている方々の自立を支援をしていこうと、いつまでもご自宅で生活できるような健康状態を長くできるようにというふうなところの社会貢献をしたいなと。三重平安閣という会社は冠婚葬祭という形で人生の次のスタートを切られるお客様のサポートをこうしているというのが私たちの存在価値なんだというところにおいて、じゃあ人生のライフサイクルにおいてこれからの日本の社会のこう行く末を見ていったときに、やっぱり高齢社会、もう高齢化ではなくてもう高齢社会にこう入っていっているという中において、その介護というカテゴリーにおいてもこれは人のサイクルの中でやはりどうしても避けては通れない、人生の中において訪れる一つの、まあ、転換期っていう、そこにおいても私たちはやっぱり人のライフサイクルをサポートする役割として、そこは私たちも携わっていくべきなんではないかと。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8。
やっぱり機能回復をするっていうところは、生きる、もう一度こう元気になるっていう、こう生きていく上でのこう活力をこうもう一度こう取り戻すというかね、そういう喜びというものがやっぱり利用者様がこう得られるっていうところで、まあそれはやっぱりライフサイクルをサポートするっていう観点からしても、また改めて生きる、人生を本当に愛するとかね、喜ぶっていう、そういったことをこう実感できる事業っていうものが、まあ我々にとってはいいんではないかなっていうのが。介護の事業所はたくさんございまして、特に社会福祉法人っていうふうなところはやっぱり大型の施設が多くて、でただ女性の利用者さんが非常に多くてですね、男性の利用者さん、もちろん施設によって違いはあるんですけど、だいたい 15% から 20% ぐらいしか男性の方は利用されないケースが多くてですね、でその中で男性の方でも使っていただけるようなデイサービスということで、まあ、当初がこれを始めさせていただいたんですけど、今は全施設の中でいくとだいたい4割が男性の方、レクレーションをされたりとか童謡を歌われたりっていうふうなところがちょっと苦手とか、でもしくはコミュニケーションを取るのがちょっと苦手っていう方が多いんですけど、こちらではデイサービスというふうな雰囲気は少し払拭をいたしまして、まあ、どっちかというと高齢者が通うフィットネスクラブのような雰囲気っていうのをできるだけ前面に押し出して PR はさせていただきました。来てよかったなとか、人とここ行ったら喋れるなとか、そういうことがやっぱり分かってくると足を運ぶということに対して前向きになってでもらえるかなと思うんですよね。だからそういう空間作りというか、そういう場所作り、突然社長に呼ばれまして、来年介護するからということで、分かりましたと。でてっきりその時経理畑やったもんですから、管理をするもんだと思ってて話を進めていくと、いやいや君が施設長だっていうようなことを聞きまして、っていうとこから始まって、ポイントはやっぱり冠婚葬祭のこう今までの蓄積されてきた、そういったいわゆる人的サービス業のスキル、考え方っていうものが、まあ、介護の世界の中でもこう生きる形っていうものが三重平安閣だからこそ提供できるんじゃないかと。結婚式場の支配人も経験しておりましたし、スタートはバンケットでお料理や飲み物を運ぶ仕事もしておりましたので、コミュニケーションという部分では苦労せずにですね、逆にその介護の中に、三重平安閣のサービスを入れることによって他とは違うサービスができる、そういうところもございまして、でご利用いただいたケアマネージャーの皆さんからは、三重平安閣のレッツクラブに三重平安閣のサービスが活かされてるねっていうふうに、他の施設とはちょっとサービスが違いますね、一人一人のご利用者様が高齢者というふうな形で、接するのではなくて、一人の人間として接しているような、そんな気がしますというふうなところをご本人から聞いたというふうにはお聞きしております。どうしても人間なので、なんとなくこの人はこう苦手だなとか、なんとなくちょっと怖そうだなとかっていう、そういう第一印象ってあると思うんですけれども、けどそれは人間の本質とは違うので、だからそこで自分自身そういった第一印象で抵抗感を作ってしまうことが非常にもったいないと思うんですね。利用途中に亡くなった利用者さんがいらっしゃいまして、で非常に印象深い方だったんですけども、息子さんが東京からこちらのご自宅へ帰られた時に、ご葬儀で使う家写真が見当たらない、いいものがないということで私に電話がかかってきまして、あ、そういえば誕生日の時に撮った写真がありますというふうにご覧いただいたら、ものすごくいい笑顔で写ってみた写真がありまして、それを家写真に使っていただいたというふうな記憶がございまして、自分がやってきた一つ一つのことがその方の思い出にもなり、いろんなところにつながってるんだなというふうなところが非常に印象深く残っております。誰しもここから先こう人生を閉じるまで悲しい生き方をすることを望んでいる人は誰一人としていないと思うんです。じゃあそれを端的に表現すると、やっぱり人生を楽しんで明るく過ごしたい、
って言った時にやっぱりそれは自分の人生を愛することができるかどうかだと思うんですね。人生を愛するっていう人をこの社会の中に多くこう作っていきたいと、そういう人で溢れている社会っていうのが弊社が求めるこう理想の社会ですね。私こう昔こう喘息持ちでして、体的には、じゃあ、健康な状態よりもこう結構その喘息とか、例えば、今もまだあれなんですけど、結構乾燥肌で、もともとはアトピーだったんですね。振り返ってみるとこうすごく人生苦しいなっていうふうに思ってきたことっていうのも結構あったんですね。けどそこでこう何かプラスになったことってあるのかなって考えると、あ、前向きに生きないともったいないなって思わせてくれたっていうことは一つあるんですけれども、まあ、そこからこう考え方っていうのをこういわゆるまあプラス思考というか、自分自身を認めてというか信じてこう生きたいなっていうのがあります。それがまあ私自身のこう人生を愛するっていう愛し方なのかなっていうふうに思います。今この番組、三重県の魅力を発信していこうというふうにやっていますが、三重県も実際にこう多くの方々に知っていただこうということでありますのが三重テラス。行かれたことあります？一度だけ行ったことあります。そうですか、どうでした？はい、やっぱりいろんなものが置いてあって、三重県にいても、あ、知らなかったなって思うことを再発見できる場所だなって思いましたね。東京の日本橋にありますが、1階にはこう物販というか買い物ができて、うん、2階にはイベントスペースがあるんですよね。2階行ったことないんですよ、はい、私今回ですね、私2階に潜入取材。あ、そうですか。はい、っていうのが四日市の、大谷地面、はい、渡辺手延べ製麺所の渡辺さんがですね、はい、三重テラスでイベントをされるということで。あ、そうなんですね。これはもう電子手でもどん出させていただいているのは渡辺さんのところの麺ですから、これは行かなきゃなということで行ってまいりまして。あ、いいですね。はい、その様子をお届けしたいと思います。それでは動画をご覧ください。四日市のいいものをこの三重県のアンテナショップ三重テラスでお昼のこの近くで働いている方にお昼休みを利用していただいて、ランチを食べていただこうという企画です。もう5回ぐらいは来てると思うんですけど、土鍋と一緒のイベントでやらせていただいたりしてます。東京の方にもっと三重県のことを知っていただきたいという思いで来てるんですけど、なかなか三重県のことをあまりよく知られてないので、ちょっとそれをいかにちょっと頑張ってアピールしようって思うのがちょっと難しいんですけども、実際に食べていただくとすごく喜んでいただいているので、はい、とってもいいと思います。
まあ、四日市もそうなんですけど、大江津のことは全然知らなくって、まあ、四日市市っていうと、まあ、まあ大体わかるんですけど、大谷地って言われるとどことか、まあ、全く知られていなかったので、まあ、四日市の中の大谷地っていうことでちょっとそれを知っていただいてよかったなと思います。久喜産業さん の, あの太白ごま油を使った麺をあの作らさせていただいてるんですけど、その関係で、まあ、お料理にも使ってみたりとかいろいろあのやらさせていただいてます。2018年にあの地産地消コンテストっていうのがあって、それで最優秀賞を取ったレシピが金魚印の冷麦と久喜産業さんのごまを使ったものだったので、それで今日はその混ぜ麺を知っていただこうと思って皆さんに提供させていただいたことでコラボっていう形になりました。そうめんっていうのは結構ね、あの皆さん知って見えると思うんですけど、冷麦っていう存在はあんまり知らなくって、こんな美味しい麺があったんだということでとても喜んでもらえてよかったと思います。この辺の方はやっぱり三重県のことをあまり知られてないので、もっともっと三重県のいっぱいいいものがあるので知っていただきたいと思ってます。ただ商品が置いてあるだけじゃなくって、実際にこう言って皆さんに食べていただいて、その美味しさを知っていただいて、またいろんな三重県のものとコラボして三重県の食材を使ったお料理を皆さんに知っていただいて食べてもらえたらなと思います。三重県の魅力ある方々にスポットを当ててお届けしている三重県旅行記、今回ご出演いただいておりますのは、赤塚グループの広報を担当されている和田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、我々三重県応援団の番組で、はい、赤塚植物園さん、赤塚グループをこれまでこう、はい、いろいろな角度でお届けしてきたんですけれども、実際にどうですか、まずあの赤塚グループの皆さんのご反応がちょっと気になってですね。反応ですか。私はすごいね、いい番組を作っていただいたんで、あの社員がね、あのすごく乗ってくるかなと思ったらですね、実はあの FSC の日っていうイベントがねあって、みんな結構てんとこまいでして、で反応はちょっと遅かったんですけども、あの2話3話とね出てくるにつれて、すごくねあの反応が出てきてですね、ファンもね、お客様もあのすごくねご覧いただくようになってですね、あの YouTube のねあの再生数を見てるとどんどんとね増えてきたんでね、あの関心がねやっぱり集まってきたなというふうに実感しました。あの確かにこの放送ちょうどしてるのが11月でしたけれども、はいはい、この時にこう FFC の日が、はい、あっていい地球の日、はい、11月9日そうですね、はい、これもともと赤塚会長に言われがある日なんですよね。そうですね、もともと赤塚 FFC の日っていう名前であの日本記念日協会さんに、登録させていただいたんですけども、まあ、それは赤塚会長の誕生日であり、まあ、いい地球という語呂合わせをして、当社の FSC テクノロジーがいい地球のためにね、あの貢献できるんではないかということでね、語呂合わせでそういった日をね、あの登録させていただきました。あの私はぜひこのいい地球の日が登録されたという話をちょっとこう聞けたらと思ったんですけれども、はい、っていうのがこの記念日協会に認定されるってすごくハードルが高いと思うんです、はい、そうですね、これ その登録に至るまで相当皆さんこう大変だったのかなと思いまして、うん、
そうですね、フォロー合わせというのがね、やっぱりある程度やっぱり数字ですからね、大切になってくるみたいで、単に赤塚会長のね誕生日がそれだからっていうわけにはねやっぱりいきませんのでね、スタッフから考えてですね、あの19っていうね、これがいい地球にね、あの語呂合わせできるってことをね、あの発見というのね、あの気づきまして、それで FC テクノロジーがいい地球にね、あの貢献できるってことをね、あの組み合わせて申請したところを通ったということですね。こういったお話は社員の皆さんから上がってくるんですか、はい、あの例えば、まあ、例えば会長であったり、はい、社長からこういう記念日登録できないかなっていう話があって動かれるのか、どういったプロセスでこの話が上がったのか。そうですね、その FC のね記念日っていうのを登録し、ね、それを作りたいっていうことはね、あの話はねあったと思うんですよね。でそれをまあやっぱり11月9日がね会長の誕生日なので、その日がいいねっていう話もあったと思うんですけども、まあ急にねでもあの話が進んだんですけどね急に結構どうですか、この赤塚グループの、まあ、仕事の作られ方というか始まり方っていうのは、はいはい、やっぱりこういったようなちょっとしたところからの話っていうものがきっかけになることは多いですか。そうですね、それぞれがやっぱりそれぞれの現場を任されてるっていうのは結構あって、一人の社員が気づきで動いていくっていうかね、自分のね、こととしてやっていくっていうんですかね、言われてからしたんじゃなくて、そういったことがね登録ができたらいいなってね、気づいてやり方をね調べて、いけると思ったからね、この社員が頑張ってね、こぎつけていったっていうかね、そんな感じが今回はあったと思うんですね。ここのその気持ちの作られ方ってすごく大事というか、ここちょっと掘り下げたいなというふうに思うのが、まあ、例えばなんですけども、一般的な企業で、まあ、社長であったり役職者の方がこういうふうにこうやれと、まあ、指示したものに対して、こう一般のこう社員の方がいやちょっとそれはやりたくないとか、あとはもう担当者のところでこう握りつぶしちゃうとか、それでこう新しいものが進まないっていうようなケースってよく聞くんですよ私は。でそういった何でしょう、ネガティブな気持ちっていうものをあまりこの赤塚グループで私感じない。これやろうよって言ったらそうだよねってい こうポジティブな気持ちで皆さんが動くっていう、この違いがどこに現れてるんだろうと思いまして。難しいですね、会長の気持ちとかね、考えっていうのが、まあ、しっかりと社員には伝わってると思うんですよね。その上で、まあ、自然体でねみんな働いてるような感じはねしていますけども、実際にこう和田さん、はい、和田さんにとってですけども、これまで、はい、例えばこう親御さんから、はい、こう勉強せえやってやったりとか、はい、まあ、いろんなこの何でしょう、自分とこう上の人というか目上の方からこういうふうにしなさいというふうに言われて嫌だったりって思ったことってたくさんあると思うんですよ。もちろんそうですね、はい、でそれでもそういうふうに思っている和田さんであっても、この赤塚にいる時にはやっぱりやらなきゃっていうふうに思うのが、はい、なんかこの、今まで見てきた目上の方と赤塚会長や社長のこの部分、伝え方ってやっぱり違うものがあるんですかね。そうですね、まあ社会人になって初めてね出会ったのがね、まあ、当時赤塚社長ね、赤塚光雄社長だったので、まあ、本当にラッキーだったとは思うんですけども、最初から私はね広報というね立場で会長がね考えたことをね形にするっていう仕事をしてきたんですけども、当たったリーダーが良かったって感じですかね。本当に運が良かったって言いますかね、最初に出会えたのはね赤塚光雄会長だったのでね、運が良かった、はい、いい人と巡り合うことができたっていう、ね、このいい人っていう部分が和田さんにとってのこの、はい、いい人っていう部分がどういったところにありましたか。赤塚光雄会長の、ね、そうですね、いつでもね真剣にね考えてるなっていうのはまあ、当然かもしれませんけどね、感じているっていうのは、私がね何か文書とかね資料を作ってね、で赤塚会ね会長に確認をしてね、でこれでいいかってことでね進めていくんですけども、まあ真剣さっていうのはね私に直に伝わってくるってね、そういったことと、まあいつでもまあそうですね、いつでもその仕事、まあ仕事っていうのは仕事なんですけども、この一
人をね動かしていくっていうことをやっぱり一番の仕事にねしてきてるので、まあ、FSC に関して言えば FSC のことをね理解していただいて会長と同じ気持ちで世の中に伝えていただくって方を増やしていくっていうねそういった仕事をしていたのでその方々にどんなメッセージを出していくかっていうねマイナスのね要因になるようなメッセージが含まれていたらやっぱりねそのマイナスが伝わっていってしまうのでそういったことにね気づいた時にはねすぐにね訂正をしてねプラスプラスにね変えていくというねそういったやり方といいますかね考え方とかねその姿勢は私が勤め出して結構早い段階でね感じたことですね。ではこの赤塚グループを広報という形で、うんはい、皆様にこうお伝えをするという仕事を担われているわけなので、はい、この赤塚グループのこの良いところ、はい、その赤塚グループとはこういう企業ですみたいなものを、はい、届けるとしたら、どういう言葉が一番適切になるのかと思いまして。そうですね、和田さんが思うで結構ですけども、はいはい、いつでも綺麗な花、ね、緑に、ね、囲まれてるってことはすごく幸せなことだなって思いますよね。あとは、FSC の水で作った健康飲料の、ね、パイロゲンがね社員ね飲み放題といいますかねたくさん飲ませていただいてますのでね緑に囲まれて美味しくてね健康にいいものを飲ませていただいてね仕事ができるっていうのはすごくねありがたいことだなと思いますね。来週も、はい、こういった赤塚グループの近角度から、はい、魅力をお届けできればと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。三重県の魅力をさまざまな角度からお届けする高潔ともいでの三重県応援団、そろそろお別れの時間です。振り返って愛子ちゃんいかがでしたか。はい、今回は平安閣さんのデイサービスですか、デイサービス事業、こちらを見せていただきましたが、はい、なんかとっても勉強になったなと思いますし、またこういう施設が増えればいいなと思ったんですよね。でなぜかというと、実は私の祖母もこの半日デイサービス行っているんですけども、はい、やっぱりね、この機能改善とか、やっぱりこのリハビリができるっていうのがいいっていうのと同時にですね、よく言ってるのが、お友達ができたっていうふうに言ってるんですね。で、この年になって友達ができると思わなかったって、すごくそういう言葉が多くなって、生きがいをすごく見つけているんですよね。なので、利用される方々が、その友達を見つけることを目的に行くっていうのも、またさらに人生のこう醍醐味になりそうな予感がするじゃないですか。どんどんこういうのがね増えててほしいなっていうふうに思いましたね。今介護っていう言葉の中で大事にされているのが地域包括ケアっていう考え方がありますが、そこでも大事にしているのはやっぱり生きがいなんですよね。そうですよね、うん、その生きがいをどういうふうに見つかるかっていうふうに考えると、やっぱり一人で何か作業するっていうよりかは人との関わり合い、ご縁があって生まれてくるこのコミュニティから生きがいが作られるというのはよくありますよね。そうですね、やっぱりこの地域で盛り上げるってね、それこそ観光でもそうですけど、そのためにはやっぱり地域の人たちが元気でいなきゃダメですからね。やっぱりこういう事業は大事だなと思いましたね。そうですね、このコミュニティを作るのもいろいろな切り口がきっとあるんでしょうね、うん、趣味を見つけるっていうのももちろんですし、どこかに通うっていうのもそうですし、まあ、私がそこで感じたのが、例えばどうですか、一緒に運動して汗を流す時ってなんかちょっとこう触れ合える気になりません？そうですね、確かに。そう考えると、こう一緒にライブに行くとか、そういうのもこう一個かなというふうに思いますけどね。そうですね、何かをこう共有してできることって、こうやっぱり食事っていうのはね、まあ、できることなのかなと、長くできることじゃないですか。でも運動することってなかなかね、運動仲間っていないですからね。確かにこれがあるっていうのは素晴らしいですよね。そうですね、ぜひなんかこういった場所からこうご縁ができて、例えばこう今度一緒にどっか行ってみようみたいな話が生まれているんだったら、すごくいい社会になっていきそうですよね。そうですね、はい、ここからも三重県の魅力いろいろと発信していきますので、ご覧いただければと思います。まだまだ三重県の魅力を見足りないという方は、インターネットテレビ電子ステーションをご覧ください。いつでもどこでもどなたでもご覧いただくことができるインターネットテレビ、それが電子ステーションです。ここから三重県の魅力を発信してますので、ぜひご覧ください。それでは高潔ともいでの三重県応援団、また来週。三重県応援団、元気な三重県へ。